さあ皆さん、お待ちかねの時間がやってまいりました。多分途中からそわそわしていて全然頭にお天気入ってなかったかもしれませんけれどもコメントもねたくさん来ていたんですけれど、ここからはお待ちかねの新人キャスターさんのお披露目の時間と参りたいと思います。さあそれでは早速お呼びしていきたいと思います。新しいキャスターさんは小林理恵奈キャスターです。はじめまして、この度新しくウェザーニュースキャスターになりました小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。かなりね緊張されているかなと思うんですけれど、はい、ここからはねそんなちょっとねこれから番組内でいろいろ皆さんがこう、はい、リエナちゃんのことをね知っていくかと思うので、うんうん、まあこうね自己紹介と表のものをねしていきまして、どんどんとね中は番組内で皆さん知っていただければなと思います。はい、さあそれではですね、あそうそうそう、まずは改めて自己紹介してもらいたいなと思います。改めてお願いします。はい、改めまして、はじめまして、小林理恵奈と申します。出身は兵庫県の神戸市で22歳です。特技はダンスで、たくさんジャンルは踊れるかなと思いますこれから皆さんと一緒に天気を追いかけながら一緒に番組を作っていけることをとても楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう元気はつらつで、ね、こっちまで明る、ね、くなりますね。すごいなんかキラキラしてるな、眩しい、キラキラしてて見えないもんしかもあの兵庫県神戸市出身が、うんうん、はい、こう関西出身の方がね、うん、ちょっとこう今のキャスターだといいなぁ、いいなので、ね、そこもねいろいろ話をね、うん、聞ければなぁと思いますけれども、うんうん、なんかあのリエナちゃんということで、なんて呼ぼうかなっていうのをね、まずちょっとね考えていきたいなと思うんですけれど、ね、何かこうこれまで学生とか、うんうん、学生時代なんかこう呼ばれていたものとかってあります？特になくって、名前自体すごく珍しいので、友達とかもこうリエナって呼んでくれる子が多かったんですけど、逆にこうあだ名もないので皆さん好きなように呼んでくれる。早速コメントがね早い早い、すごいすごい、リエナ、リエちゃん、リエちゃん、リエちゃん、リエリー、リエッチすごいコメントがたくさんたくさんねいただいて、ね、皆さんこうお好きに呼んでいただきたいなと思いますけれども、まあ、リエナちゃんって ね、はい、こちらはねこうリエナちゃん、うんうん、リエナということで、はい、呼んでいきたいなと思いますので、はい、今後ねこうちょっとね確かに珍しいお名前かもしれないんですけれど、うん、皆さんもねちゃんと漢字とともに覚えていただきたいなと思います。はい、はい、そしてリエナちゃん、うん、今回こうデビューがお一人ということで、うん、あそこそこね、素敵だったですね、うん、だったですねって私の方が緊張してる日本語をねうまく話せなくなってしまいました、ごめんなさい。でもその分、うん、あの先輩方もとてもあの気にかけてくださって、今まであの温かいサポートの言葉だったりとかもたくさんいただいてきたので、これからも言わせてるみたいな、なんかこれからもあのたくさんお世話になりたいと思ってます一緒に頑張っていきましょう、ね、頑張っていきましょう、お願いします。さあそして酸ヶ湯では 18.9 度、涼しい、うん、この辺どうだろう、17.2 度、大滝では15度前後といった気温となっていますね。日本の中では35度を超えている地点もあるというのに、涼しいところもあるんですね。このエリアは雨も降っていて、さらに体感的にはこうひんやりと感じられるかもしれません。こう羽織物など調節もしやすい服装でうまく体温調節をしていただきたいです。それでは気温の方も見ていきました。
それでは今からは皆様からいただいたリポートを見ていきましょう。楽しみにしてました